ここがバレリア湖の北岸か。なかなか雰囲気がいい場所ね。そうだね、宿も立派そうだし。前に仕事で泊まったことあるわ。酒は美味しいし部屋もいい。遊びに来たんだったら言うことなしだったんだけど。あれ？違うのかい？僕はそのつもりだったけど。昼はボートに揺られうたた寝し、夜は酒と料理に舌鼓を打つ。これぞバカンスというやつだね。ちょっとしたジョークさ。バカンスはいつでも楽しめるが、空賊退治は今しか楽しめない。このオリビエ、優先順位はちゃんとわきまえているつもりだよ。楽しむ楽しまないの問題じゃないと思うんだけど。早速おととい。せみてーよ。え、ある日こちらにいた。気の心当たり。ああ、その釣り。ロイド。オート。超高。なんかその人どこ。そりゃもちろん。確か裏のさ。集中力だね。魚以外目に入らないみたいだ。仕方ない、ここは僕の出番のようだね。え？ふぅ。君たちは いつからそこに。えげつな。見ている。いや、先ほどあなた。はて、とある頃少し。なるほど。いや、その話。そ、何断言。わかっ、音ぬ、すっかり。ちょっと待って。よ、ぬし、もす、間に。そんな。ああ、なさ。僕も気に入ったも。例えばあれは。それでエロい。あ、それ君かい。あ、最初さ言う。ゆ、そんな。もしかしたら。やれ、その寒さ。だが、おん、顔、牛、が学生服、ジェニスを。おお、私のなる。あとな、だった、確か。そうし、なる、貴重な、絶対に悪い。はあ、なんだかか、あんこう。相当な釣りバカね。超高。それで結局事情を知らない。そうね。なるほど、それは確かにビンゴのようだね。となると。ええ、念のため私たちも部屋を取った方が良さそうね。真夜中まで待っ。うん、宿の。
あら、うん。エステ、やり残す、一旦。うん、かしこまりました。予約扱い。あら、かしこまり、それでは。こちらの部屋に、では皆さん。なかなかいい部屋だね。うん、値段も夜が更ける。おお。え、嬉しいけどゆっくりし、休めるときに休んでおく。それも遊撃士の仕事。食事するなり散歩するなり、しばらく自由行動にしましょう。綺麗な眺め、まるで湖。対岸にオートがあるはずだけど、さすが王国最大の。うん、やってきたらいい。うん、ヨシアはどうするの？僕はそうだな、読みたい本もあるし、そこの席でゆっくりするよ。もうじじくさいな。男の子だったらもうちょっと体を動かさないと。そういうのは君に任せるよ。チェ、付き合いが悪いんだから。まあいいや、早速場所を決めよっと。そこの桟橋あたりが、うん、やっぱり。うんうんうん、しまっ、宿屋の人が。知らねえってば、また昼間から始めちゃって。いくら軽いお酒でも飲みすぎたら体に悪いよ。大丈夫大丈夫、こんなの水みたいなもんよ。エステル君、たまには息抜きも必要だよ。シェラ君を案ずるのもわかるが、ここは僕に任せてくれたまえ。いや、心配してるのはシェラ姉じゃないんだけど。ん？ところでエステル、ヨシュアはどうしたの？ひょっとして振られちゃった？うん。なんですって？釣りに誘ったんだけど、読書するから。まったく。なんだ。貸し竿ってありませんか？ええ、ございますよ。こちらになります。宿泊の。え、ほん、へえ、それじゃ。仕掛けは、よし。よし、フィッシュ。さて、よし。なかなか。さて、どうしよう。じゃあ、
じゃあ、よし。よし、フィ。さて、よし。あらら、ずいぶん可愛らしい魚が釣れたわね。さて、どうしよう。じゃあ、今度は仕掛けは何？よし、そ。よし、さて、こ。よし。ま、小手調べってところよね。さて、どうしようかな。じゃあ、だいたいあの、じゃあ、よし。よし、さて、こ。よし。げえ、なんてお約束な。さて、どうしようかな。じゃあ、今度はしか、よし。よし、さて、よし。げえ、さ、どうしようか。じゃあ、今度はしか、よし。よし、さて、よし。ま、小手調べって。さて、どうし。じゃあ、今度はしか、よし。よし、さて、よし、こ。げえ、な、さて、どうし。じゃあ、今度は、よし。よし、さて、よし。げ、さて、どうし。じゃあ、今度は仕掛けはな。よし。よし、さ、よし。げえ、さて、どうしよう。はあ、もう夕方か。うん、見て見て、ヨシア、こんなに釣っちゃったわよ。あれ、ヨシア？あれ、これ。ヨシアの忘れ物かな？
いつも済ましてる。仕方ない。それにしても、よっ少年、こんなところで何を黄昏れておるのかね。黄昏れてなんかいないけどね。もう釣りはいいの？今からが入れ食いじゃない？うん、もう十分。久しぶりに堪能しちゃったわ。あ、そうだ、もう読書するとか言って置きっぱなしにしちゃってさ、もったいないお化けが出るわよ。ああ、ちょうど読み終わったばかりでさ、目が疲れたから気分転換に散歩してたところなんだ。こーら。な、何？また一人だけで何か溜め込もうとしてるな。わかるんだってば、そういう。だいたいね、フェアじゃないわよ。ヨシアだって私が落ち込んだ時には慰めるくせに。私じゃ父さんみたいに頼りにはならないと思うけど、それでもこうやって一緒にいてあげられるんだから。あ、ごめん。こういう時にはありがとうでしょ。ヨシアって頭はいいけど肝心なことが分かってないんだから。本当にそうだな。ありがとうエステル。うむうむ、苦しゅうない。あ、そうだ、ハーモニカを一曲。お礼は仰せのままに。星のありかでいいかな。うん。なんでかな、ハーモニカの音って夕焼けの中で聞くとなんだか泣けてくるよね。相変わらず何も聞かないんだね。約束したじゃない、話してくれる気になるまで私からは聞かないってね。それに5年も経つんだもん、なんかどうでもよくなったし。そう、5年もだよ。どうして何も聞かずに一緒に暮らせたりするんだい。あの日父さんに担ぎ込まれたボロボロで傷だらけの子供を、昔のことを一切喋らない得体の知れない人間なんかを、どうして君たちは受け入れてくれるんだい。やった、そんなの当たり前じゃない。だってヨシアは家族だし。前にも言ったけど、私ヨシアのことってかなりいろいろと知ってるのよね。本が好きで不器用タクで、やたらと要領が良くて、人当たりはいいけど他人行儀で人を寄せつけないところがあって。ちょっとでも面倒見は良くて、実はかなり、もちろん過去も含めて全部知ってるわけじゃないけど、それを言うなら父さんの過去だって私あまりよく知らないのよね。だからといって私と父さんが家族であることに変わりはないじゃない。多分それは父さんの性格とか癖とか料理の好みとか、そういった肌で感じられる部分を私がよく知ってるからだと思う。ヨシアだってそれと同じよ。本当に君にはかなわないな。初めて会った時、飛び蹴りを食らった時からね。え、
そんなことしたっけ。うん、怪我人に向かって何度もね。幼い頃の過ちってことで。はいはい。ねえエステル。何ヨシア。今回の事件絶対に解決しよう。父さんが捕まってるかどうかまだはっきりしてないけど、それでも僕たちの手でぜ、うん、もちのろんよ。そろそろ食事のよ。うん、しっかりご飯。あ、忘れてた。ヨシア、この本。ああ、もう読みをかさばるし、どうしようかな。難しい本みたいだけど、私でも頑張れば読める？大丈夫だと思うよ。よく知ってる内容も多いから。エステル、読んでみる？うん。君たち、助けてくれたまえ。さすがにもう限界だ。うわ、すごい。少しだけ見直しちゃったわ。確かにシェラさんに付き合って意識が残っているのは珍しいかもね。心に来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょ、いいでしょね。あ、私たちはこれからご飯食べるからダメだってば。やだやだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。だだっこモードに入った。シェラさん、オリビエさんがまだ大丈夫みたいな感じですよ。付き合ってもらったらどうですか？じー、なんだ、まだいけるわね。ひー、ヨシア君、あんまりな仕打ちじゃないか。さすがにかわいそうじゃない？そうかな。でも意地悪な君も小悪魔的で素敵だ。確かに心配なさそうね。それじゃあ僕たちはカウンターの方に行こうか。邪魔するのもなん。うん、そう。シェラ君、お願いだからそれ以上は注がないで。Thank you.
ゲフゲフ。ああ、完全にグロッキーね。さすがの超マイペース男も酔ったシェラ姉には勝てなかったか。いやー飲んだ飲んだ。最近いろいろあって飲めなかったから久しぶりに堪能しちゃったわ。もう完全にシラフだし。シェラさん、何か特殊な訓練でも受けているんじゃないんですか？うん、ゲテモノ種の類は昔から飲んでたけど、サソリ入りとかマムシ入りとか。それで酒に強くなったのかしら。いや、それは違うんじゃないかな。それよりこいつどうするの？しばらく使い物になんないわよ。このまま寝かせておきましょう。ここから先は空賊たちと直接対決になる可能性が高いわ。やっぱりただの民間人を巻き込むわけにはいかないからね。え、もしかしてついてこさせなくするためにわざとオリビエを酔わせた？え？当たり前じゃない。神領遠望の賜物ってやつよ。その間は何なのよ。絶対ナチュラルに楽しんでたね。さてと、夜も更けてきたわ。早速宿の周辺を回りながら張り込みを始めるとしますか。あ、ごまかした。お黙り。とりあえず昼間に話を聞いた外れの桟橋まで見回り。はい。それじゃレッツゴとりあえず街道に出る必要はない。まずは桟橋の方まで見回りに行く。何の用事かし。確かに。でも空賊。確かに街道方面がチェック。そんな場所。
まだ街道に出る必要はないわ。街道方面を監視できる場所を探し出すのが先決よ。準備はいい？街道方面を監視できる場所を探し出すのが先決よ。街道方面がチェックできて、向こうには気づか。おいでなすったわね。さてと、そうか、むーちゃん、あれ、あ、待ってよ、キールニー。やっぱり、はい、外れ、何をするつもりなんだろう。それは見て気づかれ、さすがにまだ来てないか。しかし、なんか、だがし、ここなら、うん、ねえ、ドルン、うん、だ、確か遊戯、それにさすな、真相な、褒めてるんだよ。辛いんだったら高望みさん、リベールよりは、いくら兄でも大体僕が、うう、そいつはごめんこ。でもま、確かに身の代金のその右、やっぱりそうと、確か何か、あいつ、やつ、うん、誰のことかしらね。あれは、どうしたの。来たみたいだよ。よう、おいでなすったな、相変わらず。ふん、まったくか。時間厳守が我々の習いでね。気に障ったのなら謝罪しよう。単なる、ほんとかわ、ほら、話が進まねえだろう。とりあえず、その後の進展は。ああ、ついに陛下が動かれた。
ご自分の資産から身代金を拠出するおつもりだ。そ、いよい王国僕たちのマダム遊撃士、いずれにせよ。ああ、兄貴だって。また怪しげなのが現れて知らねえ。うん、それよりいい婚、あの兄弟が現れたってことは近くに空賊艇が停泊してるはず。また逃げられたらかなわないし、先にそちらを抑えるのはどう？なるほど、まずは足を奪うってことね。私は賛成だ。よしよ、あ、空賊艇を先に抑える案か。うん、どうしたの？なんか顔が。いや、うん、きっと気のせいさ。うん、あまり時間はないわ。彼らの話が終わるまでに。なるほど、琥珀の塔の前か。確かに街道から外れてるから停泊場所としてはうってつけね。琥珀の塔ってロレントの翡翠の塔と同じよ。シリンの、それで前に、だい、このま、やあ、待たせてしまったね。お、静かに、あいつ、お、あのよ胃の中の、あ、な、かん、ちょうど爪が歌手の胃。それは確実に死ねる。それよりもここで空賊と別に思、いや、これはここで戦う。彼らがアジトの場所、それどころ何、それともいいけど息を吹き、兄貴、おく、あ、な、おく、それじゃ、うん、僕と、いや、こ、とりあえずみんな、ガッ、気温21度、なんなん、しゅ、軍のオーバル、はい、各部への動力伝達、オーバルフ、お、スタ、よか、はい、駆動率を4、ただし、あ、いや、あ、とっととね。あれ、なん、いや、みよう、暇を見、兄貴で、ネット、今、え、お前遅い、僕の番だね、はっ、僕の番だね、逃がさん、任せて、あたしの番ね、私の番かしら、はっ、僕の番だね、せっ、任せて、僕の番だね、そこ、私の番かしら、行くよ、せっ、
ん、もう大丈夫だ。無事潜入できたようだね。まったく今回ばかりは。あれ、隠れてる。いや、飛行船オリビアさん。いや、敵地せ。あ、まあいい。それより切り振り拒否。それ、シェラさん。まあ、さてと、空賊たちもちろん。うん、了解です。この僕に任せ。さてと。さて、そこ、逃がさん。僕に任せ。よし、行くよ。はっ、私の番ね。行くとしようか。これはどうかな。これ任せなさい。お仕置きしてあげるわ。そこ、僕の番だね。私の番かしら。はっ。行くとしようか。そこ、おやすみ、子猫ちゃんたち。手下がいるみたいだね。ピンポン。遊撃士協会のものです。僕の番だね。私の番かしら。
お仕置きしてあげるわ。そこ任せて。はあ。無理しすぎたかしら。僕の番だね。これはどうかな？ほら！行くよ！捕らえた！僕の番だね。これはどうかな？僕の番だね。私の番かしら。行くとしようか。行くよ。正直に言わないと。勝手に誰が喋るもんか。あらそう、エステル、どいてなさい。うん。手加減しているから簡単に気絶できないでしょう。素直に話してくれればゆっくりゆっくりと寝かせてあげるわ。この車の階にいる俺だ。スキール。誰がそ。仕方ない。うわ、相変わらず容赦ないわね。失礼ね。これでも手加減してるんだから。確かにそこはかとなく気持ちよさそうな感じではあるね。あら、試してみる？いや、またの機会に。人質が監禁されて急ぎ。僕の番だね。はっ。僕の番だね。
これはどうかな。任せて。任せなさい。そこ。任せて。僕の番だね。行くとしようか。この僕の華麗な活躍。番だね。はっ。僕の番だね。これはどうかな。おれ。任せなさい。はっ。私の番ね。行くよ。戦闘終了。先に進もう。そこ。えい。えい。そこ。えい。僕の番だね。しようか。逃がさん。任せなさい。そこ。任せて。任せなさい。そこ。僕の番だね。そこ。任せて。僕の番だね。逃がさん。任せなさい。そこ。この調子でいくわよ。
それにしてもここってあいつらオウムその頃大こういうも大天変あしかマジあのそれは激しい。しようか。これはどうかな？これ。任せなさい。そこ。任せて。私の番ね。いくよ。私の番かしら。そこ。あら、もう終わりなの？僕の番だね。しようか。これはどうかな？おれ！任せなさい。番だね。はっ。私の番ね。はっ。よーし、上出来。行くとしようか。これはどうかな？これ。任せなさい。
僕の番だね。私の番ね。私の番かしら。はっ。あら、もう終わりなの？僕の番だね。アーツ駆動。あたしの番ね。行くとしようか。これはどうかな。あたしの番かしら。そこ。僕の番だね。任せて。任せなさい。はっ。あら、もう終わりなの？僕の番だね。あたしの番ね。行くとしようか。これはどうかな。それ。任せなさい。はっ。僕の番だね。はっ。戦闘終了。さっ。また話し声が聞こえる。勇気が。どう大人。て、いや。任せて。みんな、行くわよ。僕の番だね。行くとしようか。これはどうかな。それ。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。
私の番かしら。はっ。僕の番だね。はっ。任せなさい。はっ。だらな、なんや。みんな遊戯は見張りはだ私ほんあれところあれいない。どうし人質になっ。ああ、リン。ウス。カシウス遊撃士。カシウスブライト。あ、あの離陸直。ああ。いや、ボースを離陸する直前にオートからの。あ、だって。何す、ロレ。あ、なるほど、父さんが。ちょ、それこれだけの騒ぎに。落ち着いて、確かにそれここにいる人。あ、わかった。皆さん、申し訳ない。あ、あ、こうなった。しやがる。うん。行くよ。任せて。行くとしようか。そこ。私の番かしら。そこ。僕の番だね。そこ。行くよ。はっ。うん。私の番ね。僕の番だね。そこ。調子で行くわよ。これって行き止まり？いや、試しによ。か、さすが。ここはシェラさん。いや、空賊の脱出させる際。あ。
ここは、女王が身の代金を出し上がるか。これで貧乏暮らしともおさらばだな。兄貴、油断は禁物だぜ。うん。人質解放？おいおい、どうしてそんな面倒くせえことしなくちゃならねえんだ。え？そんなもんミラだけいただいて皆殺しにすりゃ済むじゃねえか。生かしておく必要はねえだろう。冗談きついぜ。連中には俺たちの顔をしっかり覚えられてるんだ。リベールから高飛びしても足がつくかもしれねえだろうが。だって年寄りとか小さな子供だっているんだよ。本当に殺しちゃうつもりなの？まったくおめえときたらいつまでたってもアマちゃんだな。ままごとやってんじゃねえんだぞ。兄貴、悪いが俺もそれだけは反対だ。そこまでやっちゃエイドスだって許しちゃくれん。それに血まみれのミラで故郷を取り戻したくないんだよ。んー、キールよ、おめえいつからそんな偉くなったんだ。え、なめた口叩くんじゃねえ。キールに何が故郷だ。せっかく大金が手に入るのに今さらあんなしみったれた土地を取り戻して、みな、なんだって。それでミラがなくなったらまた飛行船を強奪すりゃいい。それがこれからのカプア空賊団ってやつだぜ。じゃあトルンニー、どうしちゃったの。本当にどうしちゃったのさ。お取り込み中のところを悪いんだ。兄弟喧嘩は後にし、言うと君たちが琥珀好きを、いわゆるつだんだこの名単純。あ、はい、人質は解放。残るは遊戯魚ひいてめら何。ごめんまあいい、こいつらさあ、こいつ。行くよ。行くよ。ダンソン。任せて。行くよ。もうダメだよ。任せなさい。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。僕の番だね。お見せしよう、美の神髄を。ハウリングバレット。こいつでどうだ。うりゃ。さてと、こいつはどうだい。オーバルボム。これでも食らえ。僕の番だね。さてと、はあ。行くとしようか。逃がさん。あたしの番かしら。そこ。こいつはどうだい。オーバルボム。
行くよ。ここまでか。任せて。はあ。こいつでどうだ。そう。任せなさい。そうはさせないわ。はっ。僕の番だね。これは避けられない。ストップ。任せて。これでどう？僕の番だね。任せて。行くとしようか。それ。私の番かしら。そうはさせないわ。僕の番だね。行くとしようか。これは避けられない。私の番ね。よし、上出来。強い。これが遊撃。さてと抵抗した。あらららら、体の熱くつらいてえぞ。なんで俺待って。兄貴、ドルン兄。おお、ジョゼット、ロレントから帰ってきたのか。こんな早く帰ってきた。え、ごまかすな。まあこれに懲りたら、アラゴタ俺たちに任せておけよ。ちまちました風。ドルニ。あ、ジョゼ定期船は。なあ、そんな。何、うん、まさ、残念ながら私たちは。は、な、ダメだこ。忘れ、定期船。定期船号だ。キールそう。だが、しまった。おい、ケルニー、話は後だ。ご、け、けん、早く部屋から出ま。あいつ上だ。あ、ここまで追い詰めて取り逃がすわけには。全力でおい。うん、了解です。ご、た、た、あ、なんたる悲劇。僕のデリケートな鼻腔が。ほら、オリビエも急がないと置いてくわよ。ああ、ま、待ってくれたまえ。待ちな、ここも中。ふん、任せて。
みんな、行くわよ。行くとしようか。これはどうかな。これ。私の番かしら。そこ。行くよ。行くよ。遅い。私の番ね。私の番かしら。そこ。だらしがないわね。僕の番だね。行くとしようか。逃がさん。任せて。任せなさい。そこ。遅い。行くとしようか。これはどうかな。これ。任せて。私の番かしら。そこ。行くよ。遅い。任せて。行くとしようか。任せなさい。そこ。行くよ。うん、もう大丈夫だ。
貴、おか、兄貴愚かでは。こちら、行くわよ。行くよ。遅い。任せて。みんな大丈夫？行くとしようか。これはどうかな？これ。任せなさい。そこ。僕の番だね。私の番かしら。そこ。行くとしようか。そこ。僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。こんなスクープ。どうだ、ナイアル君。いい記事は書けそうかな。そりゃもちろん。連れてきてくれて本当に感謝してますよ。あ、ついでですから大佐も取らせてもらえませんかね。ふん。閣下、よろしいですか。勝手にするがいい。今回の作戦はお主の立案だ。正直大した手並みだったぞ。いや、情報部のスタッフの分析が正確だったからです。それとそこにいる諸君の協力の賜物でしょうね。何？これど？お、お、エステルちゃんたちだ。遊撃士ども。念のために言っておくけど、また一足先に潜入していたの。このアジトもすでに制圧済みよ。逃げた空賊の狩猟たちをここまで追ってきた。まさか王国軍の警備艇が来ているとは思いませんでした。また出過ぎた真似をしよって。お言葉ですが閣下、彼らがいたから我々の突入もここまでうまくいったのです。その功績は認めるべきかと。まあよい、後の指揮はお主に任せる。わしは一足先に船に戻って空賊どもを締め上げてくるわ。承知しました。相変わらず頑固親父ね。悪い人ではないのだがね、いささか柔軟性には欠けるな。ところで他の空賊たちと人質の方々はどこにいるのだね。他のテストたちはそこらで転がっているはずよ。人質たちには監禁されていた部屋で待機してもらっているわ。そうか。いや、本当にご苦労だった。人質や積み荷の移送を含め後のことは我々に任せてほしい。行くぞ、カノーネ隊。承知しましたわ。ああ、ちょっと大佐、お前さんたちにもインタビューしたいんだが、今回ばかりはあっちが優先だ。機会があればよろしく頼むぜ。またね、エステルちゃん、ヨシュア君。
いやはや、美味しいところを根こそぎ持っていかれた気分だね。確かに。いいじゃないの。遊撃士の本分は縁の下の無用に。確か父さんも。あれ？ん？あー！父さん！その問題を考えなくちゃね。父さんが今どこにいて何をしているのか、どうして連絡をくれないのか。ここで私たちができることはとりあえずボースに宣戦。本当にご苦労様でした。やっぱり私の目は、皆さんだったら。でも解決し、そんなことはあり、仮に皆さんがいなく逆上したく。確かに人いくつかのな湖畔に現うこの事件。まあ連中のみ、とにかく空賊逮捕感謝の気持ち。いいの？もちろんですわ、オリビエさん。グランシャリネ分の働きができたのである。ええ、お釣りが来るほどですわ。それでは皆さんごきげんよう。失礼。あれ以上事件が長引、市長さんが喜ぶのも当然。なんだ、私たちが頑張っ。な、でも確かに、あ、正直。とりあえずこの調子で次の依頼も頑張るわよ。市長が言っていた分、それとこれってボース支部の、あの、これだけの事件を解決してくれたとあっては推薦せぬわけにはいかんじゃろ。どうか。ありがとう、ルグランジンさん。推薦状に恥じないよ。よかったわね、カシウス先生が聞いたらさぞ喜ぶと思うんだけど。そうですね、カシウスか。ギルドはおろか、家族にすら連絡の。そうね、ボースで突。ごめんください、飛行場の受付の。なんじゃ。実は例の空賊に奪われていた定期船の積み荷が戻って、その中に遊撃士協会宛ての郵便物がいくつかあったんですよ。それでお届。それは、いや、ボースからし。あ、いえ、こちらにカシウス部。え、僕たち。ああ、ちょ、いや、ロレント支部に連絡。それじゃ。この手紙は、宛先は。どうやら父さん。そそっちの小包も。では確か。ああ、それと空賊逮捕本当にご苦労。いや、まさか。ここありがとう。それではさ。またどうしてあんたがちゃっかりいるわ。いやあ、純然たる興味さ。どうして君たちの父、このままお預けを。ああ、一緒に冒険したのにアジトに潜入できたの。まったく立ちがわ。仕方あった。だエステル、ヨシュアへ。そろそろ代理の仕事を終わらせた頃合いだろうか。最初はつまずくこともあるだろうが、一歩一歩確実にこなせばいい。お前たちなら必ずできるはずだ。さて、こちらの仕事の方だが、少々困ったことが起こってな。どうやらしばらくの間家に帰ることができそうにない。そうだな、女王生誕祭が終了するまでは帰って来られないと考えてくれ。お前たちには申し訳ないが、まあ今さら親の留守を寂しがるような年でもなかろう。俺が戻るまでの間、お前たちがどう過ごすかはお前たち自身で決めるといい。ロレントで仕事を続けるもよし、声優劇師の資格を得るために旅に出るのもいいかもしれん。16歳という実り大きい季節を悔いなく過ごすといいだろう。それではな、
シェラザードとアイナによろしく伝えておいてくれ。カシウス・ブライト。先生らしい文面ね。軽そうだけど。うん、聞いた話二三確かに本当。それはと差出人。まあ父さん宛ての。しかし父上の何かかん。ちょっとオリビエ、自分が興味あるからってそそのかすんじゃないわよ。いや、お父さんが帰って調べた。わかった。オーブメントだね。用途はメモには例の集団が運んでいた品を確保したので保管をお願いする。機械を見て R 博士に解析を依頼していただきたい。 K。 これだけ？他には何も書かれていない。シェラさん、この…残念ながらわからないわね。先生はとにかく顔が広いから外国人という可能性も。ヒントがこれだけじゃ正直お手上げって感じ。この黒いオーブ、形状から言って戦術オーブ…いや、それとも違うな。普通の戦術オーブメントにはクォーツをはめるためのスロットだが、これはひょっ…アーティフ現在作られたまに遺跡まで最そただああまったくもうあの不良やつと来たら心配ばっかり。こんな差出人不明の怪しげな品が送られてきて一体どんな事件に首を突っ込んでいるんだか。エステル、ねえエステル、このまま旅を続けない？え？ヨシュア？父さんの手紙にも書いてあったじゃないか。声優劇師の資格を目指して旅をするのもいいだろうって。うん。僕たちはロレントとボースで推薦状をもらって、残るはルーアン、ザイス、オート・グランセルの3つだけだ。ギルドの仕事をしながらこれらの地方を回っていけば、ひょっとしたら父さんの行方がわかるかもしれない。あ、父さんの実力を考えたら、それにそれでもただ待っているより、それに R 博士だって見つけられるかもしれないし。ねえ、何？ヨシュアってば天才。ちょっとエステル、それ一石二鳥どころか十兆くらいあるじゃない。もう憎たらしいくらいに頭が冴えてるんだから。それって賛成大賛成。声優劇師目指して修行しながらリベール中を歩き回って、ついでにあの不良中年が何をしてるのか暴いてやるわ。あの、微妙に目的がずれてきてない？完全に調子が戻ったみたいね。それじゃ、私はこれでロレントに戻るけど、やっぱり心配ね。本当についていかなくていいの？もう大丈夫だってば。一応声優劇師を目指すと。シラさんまで帰らなかったら大丈夫、なんとか。まあ、そう、あんたたちの年で声優劇師を目指すのは珍しいんだから。それと、あんたたちがどこにいよう、シェラ姉の方こそあんまり飲みすぎないでよね。私それだけが。まあ気をつけておくわ。心配しないでくれたまえ。なんといってもシラ君にはこの僕がついているのだから。でどうしてあんたもロレン、しかもシェラねえと言っボースの郷土料理はとりあえず全部ある。そろそろ他の地方に足を向けてみ。ロレントの料理は野菜がてな感じで、美味しい店を紹介しろって言って。あんまりしつこいから居酒屋で先に付き合うのを条件についてくることを許可しちゃった。うわ、オリビエさん、あの
本当に大丈夫なんですか？このオリビエ、美人と美食のためなら死ねるさ。本当はヨシア君にもついて迷った挙句の狂う。迷われても困るんですけど。まったく懲りないやつ。ロレントの治安を乱さないでよね。あと仕事明けのシェラネーって本当にリミッター外れちゃうから、マジで注意した方がいいわよ。何よ失礼。アイナは付き合ってくれるもん。あの人だって底なしでしょ。リミッターが外れる？あのそれってこの前よりもすごいのかい？なんというか比較にならないと思います。ふーん、そうなんだ。え？ロレント方面行き定期飛行船、ご利用の方は。あら、もう出発か。ほらオリビエ、急がないと。シェラ君、ちょっと待ってくれたまえ。少し考える時間をくれると嬉しいなって。出発直前になって何を言ってるのかしら。男だったらグダグダ言うな。ひえー、シェラネ、まったね。ロレントのみんなによろしく。二人ともお元気で。